はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は羽生九段対藤井王将の王将戦第6局の1日目のハイライトやらせていただきたいと思います。先手が羽生九段、後手が藤井王将で、両者得意の角換わりに進行していきました。そして4八銀、3三銀に羽生九段は3六歩と突きまして、6二銀に3七銀と行きました。まあ、いつもの腰掛け銀ではなく早繰り銀で行ったという形ですね。そして藤井王将は7四歩と突きまして、7八金、7三銀と相早繰り銀に進行していきます。で、4六銀に一回9四歩と突きまして、1六歩、6四銀、3五歩と羽生九段が仕掛けていきました。まあ、端歩の関係性でいろいろ手が変わってくるんですが、まあ9筋と1筋を突き合っていくと、そういう格好になっていきました。で、そして藤井王将は同歩と取りまして、同銀と進行します。そして8六歩、これも取る、同銀と取ると、5五角で飛車と香車の両取りを食らってしまいますので、同歩と取りまして、8五歩ですね。で、これも同歩と取ると同飛車で桂馬と銀の両取りを食らってしまいます。ということで羽生九段は3四歩と打っていきました。ここで4四銀とぶつける手もなくはないんですが、藤井王将は前例通り2二銀と引いていきます。そして羽生九段は6六歩とここを突いていきました。以下8六歩に8八歩とおとなしく押さえていきます。まあ、8筋を誤ってしまった損と、まあ、3筋に取った拠点と、どちらが得かという戦いになりました。そして以下藤井王将は3三歩と合わせてその拠点を消しに行きます。で、ここで羽生九段は6五歩と突いていきました。で、同銀に4六角と打っていきます。まあ、実はこの進行は先手が永瀬王座、後手が羽生九段で、叡王戦の代別予選で現れていた変化でございました。まあ、羽生九段が勝った永瀬王座側を、そして藤井王将が負けた羽生九段側を持って、指したというところですね。で、実戦は羽生九段、その時は7三角と打ったんですが、藤井王将は6四角と修正していきました。ここで前例がなくなりました。これが藤井王将の思い描いていた羽生九段の修正案だったということですね。で、実戦はここから羽生九段対して時間を使わずに6八飛車と回っていきました。6五の銀を取りに行くという格好で、ここから藤井王将は7三桂とその6五の銀を受けていきました。で、ここでちょっと、まあ、あれこれ王手飛車かかるんじゃないかという声がかかりました。まあ、それがですね、実戦には現れなかったんですが、仮にここで6五飛車とバッサリ言っていたら、同桂、6四角、同歩、7三角で王手飛車取りがかかっているという状況でございました。この手もありそうなんですが、これに対しては6二飛車と受けて、で、仮に6三金なら5七桂ならずですね、この殺到がありますので、ちょっと後手がやれているという状況でございました。まあ、6三銀に変えて3三歩成として、取れば6三歩とやろうとしても、ここで手抜いて5七桂ならずが厳しく、まあ、次の6九飛車を見せて、ギリギリ先手が負けていると、後手が一手勝ちすると、そういう変化になっておりました。まあ、ということでこの王手飛車は幻に終わったということですね。まあ、ちなみにこの段階で3三歩成を入れておけば、同銀、6五飛車、同桂、6四角、同歩、7三角の時に、まあ、仮にさっきと同じように6二飛車であれば、6三歩と打って、これは先手が優勢という変化があるんですが、この時に壁金が解消されている関係で、4二玉とあっさり逃げる手が成立しまして、8二角成にやはり5七桂ならずとして、6九飛車を見せておけば、まあ、さっきは後手玉壁銀だったんですが、今回壁銀ではありませんので、次の6九飛車が非常に厳しく早く優勢になると、そういった形ですね。まあ、ということで、いずれにしてもちょっと変化は複雑なんですが、この王手飛車が成立しないというのが6四角と打った大きなメリットとなっておりました。で、実戦は羽生九段が7五歩と仕掛けていきまして、同歩に
6六銀とぶつけていきました。ここの6六銀も羽生九段大長考になったんですが、何と比較していたかと言いますと、6四角同歩、3三歩成同銀、7四歩同銀、6四飛車と飛車をさばくてですね、間違いなく長考の時羽生九段はこの変化と比較していたと思われます。で、6四飛車に対しては一例として8五角と銀に紐をつけつつ、まあ、4九の金などに当てて攻防に打っていく手がありまして、これで、まあ、AI の判定的にもいい勝負と出ておりました。仮に以下9六角同角同歩8五角に6七歩と1回受けまして、7二金8六銀と角取りに当てた時に6三銀と飛車取りで切り返しまして、6六飛車に7四角と角を逃がしつつ4七角成を狙って、この角成をどうやって受けるかでまた、変化がいろいろ変わってくると、これはいい勝負というふうになっておりました。藤井王将はもしかしてこの辺りまで研究していたかもしれませんね。ということで羽生九段はこの8五角があまり、打たれると思わしくないと読んだのか、実戦は6四角ではなく6六銀の変化を選んだというわけですね。ただここから藤井王将があまり時間を使わず4六角同銀6六銀同飛車に7四角と打っていきました。まあ、これだけが唯一後手の評価値が本当に50点とかだけなんですけどね、プラスに出る手で、この7四角以外だったら全部先手良しの変化でした。藤井王将ほとんど時間を使わずに7四角打ちましたんで、まあ、これもほぼ間違いなく、まあ、研究範囲内だったんじゃないかなと推測しております。で、次4七角成がありますので、羽生九段は一回3三歩成をギリギリ効かせて同銀に4八玉と受けていきました。まあ、これでちょっと藤井王将は角を打たされてしまってはいるんですが、まあ、先手玉の玉頭の急所によく効いていて6三飛車成も防いでいるので、やれているという判断ですね。そして以下藤井王将は4四銀と上がって、次の将来的に5五銀打ちなどを見せて飛車を圧迫しに行きました。これも怖い手ですね。そして羽生九段はここで3八金と上がっていったんですが、藤井王将が7二金と上がって、ちょっとこれで後手陣に隙がなくなって、後手からはいつでも3三桂と跳ねて5五銀打ちと飛車をいじめるような狙いがありまして、後手が作戦勝ち模様の展開となっていきました。ちなみに3八金と上がるところでは6四歩と打っていたらほとんど互角という、まあ、AI の評価がありました。これ仮に取ると同飛車としまして6三銀に、6六飛車とじっと引いて、まあ、さっきと違って先手が歩を一歩手持ちにできて飛車の動きもそこそこ軽いということで、これはまあいい勝負というわけですね。で、実戦は3八金に7二金とがっちり受けられまして、これで飛車を圧迫される公算が高くなってしまいました。以下3九玉と引くんですが、そこで3三桂と藤井王将が絶好の桂跳ねをしたところで無事手となりました。この3九玉に対してすぐに例えば5五銀などと攻めてしまうと、取って取って3六飛車が3人の金に当たって何か受けることを余儀なくされてしまうという状況が生まれます。ということで藤井王将は3三桂とここで跳ねていきました。これが絶好の一着ですね。今度5五銀同銀同飛車3六飛車となっても桂が防波堤となってますので、まあ、3人の金取りに当たらないという大きなメリットがあります。まあ、さらにどこかで6五桂から4五桂馬と左右の桂馬を跳ねて、まあ、5七地点にアタックをかけていくと、そういった含みもあるわけですね。非常に味のいい桂跳ねで、封じ手の局面、まあ、パーセンテージでいうと 65% ほど藤井王将の方に触れるという展開になりました。本当に見事な桂跳ねですね。で、ここから封じ手の予想ですが、個人的には3四銀という手を予想しておきたいと思います。まあ、例えば仮にここで平凡に2八玉のような手でしたら5五銀打ち同銀同銀と後手の狙い筋を放たれまして、仮に3六飛車なら4五銀と打っていきます。
で、そして例えば2六飛車と寄りますと3四銀とじっと引いて、まあ、次の2五銀からの飛車のいじめを見せていくということですね。こうなってしまうと後手玉がまだ手つかず、まあ、先手玉はどうしてもこの飛車の位置が苦しくちょっと形勢を損ねているのかなと。いつでも6号桂から4号桂とかも相変わらず残ってますからね。ちょっとこの変化は後手が良さそうと。まあ、実際この評価値見てみると1200点ぐらい、もう駒の損得ないのに、まあ、1200点ぐらい後手がリードと、そういった局面になってしまいます。まあ、ということで、ちょっとこの2八玉は5五銀打ちをまともに食らってしまいますので、まあ、一回3四銀とこうクリンチに逃げておくという状況ですね。これでまあ、先手が苦しいながらそこそこいけるかもしれないと、という感じでございます。例えばここで5五銀打ちなら、まあ、取って取ってそこで3六飛車と安定的にさばいておいて、まあ、逆に次の3三銀ならずや2一角を見せて先手が攻勢を取れると、まあ、そんな展開が狙えるというわけですね。ということで、この3四銀に対して、候補手としては一回4二玉などと上がって将来的な2一角の傷を消しつつ王様を安定させる手という形になりそうなんですが、ここからまあ1五歩と端の位を取って、まあ、とにかく将来的に2八玉から王様の広さを主張していく点、そして1五歩ではなく7七桂と積極的に跳ねて、まあ、攻めを見せていく手、まあ、こういう手がいろいろありまして一局の将棋というふうになっていきます。まあ、後手が良しながら難解な戦いというふうになっていくわけですね。例えば3三桂に対して一例として8四飛車とちょっと働きの悪い飛車を置きまして2八玉に、8三角と引いて飛車の利きをスーッと横に通して、どうなるかと、こういった戦いが一例として考えられます。例えばここから6一角と無理やり攻めて5二銀7二角成同角6二金8三角6八金というのが一例ですね。6八金に8七歩成なら一回同歩同飛成の後に、まあ、6四歩同歩同飛車で先手も飛車をさばいて、まあ、これで例えばなんか単に6三金とかだと6五歩と打たれちゃうんですが、一回この6四歩が軽妙な一着で、取って取って飛車を内側に侵入しておけば、さっきの6五歩で止められることがないということですね。まあ、こんな感じで、苦しいながらギリギリの食らいつきを見せてどうなっていくかと、まあ、そういう展開がまず一つ先手から見て考えられました。ということで、果たして羽生九段どのような手をチョイスするのか、無事で大注目ですね。個人的にはこの3四銀を押しておきたいと思います。まあ、3四銀以外にも6四歩という手も有力なんですが、これは5五銀打ちで、ちょっと例えば取ると同銀で飛車をいじめられてしんどそうな戦いですね。また単に6三歩成も例えば6六銀だったら5二銀4二玉に7三とで取れば5一角と打って逆転するんですが、普通に同角と取られまして6四歩6六銀6三歩成同金で、意外と後手陣に隙がないのに対して先手陣は6九飛車とかいろんな隙があって、やっぱりちょっとこれも後手がまあ、させると、そういう展開になっていきそうです。まあ、羽生九段としてはおそらくどの変化を選んでも苦しいんですが、まあ、1五歩のようにじっと待機しておくのか、まあ、3四銀のように一回ちょっとアクションかけてみるのか、その辺の手の選び方も注目ですね。明日は、9時からですね放送が行えますが、明日というか今日か、まあ、日付変わってますんで、3月12日の9時から2日目うちでの開封が行われますが、果たして羽生九段の封じ手何になるか注目でございます。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。